整形国境スポか数学が必修なんですよ高校生。ぶっちゃけ英検2級とかセンター試験レベルの公文レベルや語彙レベルでその人が出した早稲田大学改革案だから早稲田始まりました。モンテチャンネルです。今回は再び三度な、はい、何本目になってるか分からないです、はい、もう僕もよく分からないですもう準レギュラーですねもはや、ね、早いですけどね、はい、早稲田合格塾の平さんにおいていただきます。はい、よろしくお願いします。今回はですね、迷走する早稲田大学整形、はい、入試問題ですね。なんか入試変えるぞ変えるぞって言って、うん、あっち行ったりこっち行ったりいろいろやってるっていうことで、 その辺のことを聞いていきたいんですけども、はい、まず皆さん早稲田大学の入試問題も今回のこの共通テストの変化に伴っていろいろと変わっていくのってご存知ですかね。知らない、知らないと思いますよね多分ね、はい、うん、実は早稲田大学の入試もある程度ちょこちょこ変わっていくんですよ。で、特に一番変わるのが看板学部である政治経済学部なんですね、うん、こんな風に変わりますよっていうサンプル問題が何ヶ月か前に発表されてるんですけども、それがまあやばいのでちょっとそれを話していきたいなと、思います。でまずはですね、何がやばいかっていうのもまあいろいろ語れるんで、どっから突っ込んでいいかも難しいんで今早稲田大学政治経済学部の入試って、まあ、国語と英語と社会の、まあ、あるいはまあ数学選択でもいいですけど、まあ、いわゆる選択科目の3科目で、受験することになります。で、230点満点なんですね、3科目合わせて合計が。で、その中で競争するわけなんですけれども、新しい入試スタイルにおいてはこの今3科目なものが国語と英語を一緒に合体させますよってやんないでよやろうとしたでしょ今分かってたから、ね、一つになった入試スタイルに変えますよっていうことで、ちょっとね変わった、まあ、多分日本でもここでしか見ないだろうなっていう形式になるんですよね、まあ、国語足す英語みたいな試験になるんですよね。それで一教科みたいな感じになります。で、当初の発表では今後早稲田政治経済学部は共通テストを100点満点に換算しますと。で、まあ、共通テストが国語と英語と数学。数学が必修になるんですよ。ほうほうほう。で、あと、まあ、選択科目っていうところで、全部でね、確か600点満点だったんですけど、それをまあ、100点に換算しますよっていう、ちょっとこう、まあ、東大的な感じになるんですけど、うん、で、それと同時に一般入試で学部独自試験が85点。で、4技能試験が15点っていうところで、こう、配点で、合計全部で200点満点で受験生を評価しますよっていうことになってるんですけれども、まあ、これがなかなかちょっとこう、嫌な予感が、プンプンしてですね、うん、まず早稲田政治経済学部を受ける人たちのレベルで共通テスト500点とか600点のものを100点に換算すると、まあ、ろくな差がつかないですよね。なるほど、できちゃう、うん、できちゃうわけです、ね、はいはい、さらに、まあ、学部独自試験がまあ85点満点で、まあ、4技能試験が15点満点ということなわけなんですけれども、この学部独自試験がね今回のテーマなんですよ、はいはいはい、一番やばくて、まず何がやばいかっていうと、その前にその4技能はどうなっちゃうんですか。今4技能はこの間のゴタゴタで、はい、結局なしになります。おー、はいはい、なしになって学部独自試験の中で英語のライティングを15点分課して、結局共通テストも100点満点、学部独自試験も100点満点にして合計200点満点にしますよっていう形で、そういう風になるわけですね、はい、で一応その早稲田大学が発表していた、まあ、85点満点として発表していたサンプル問題が非常にヤバくてですね、はいはい、表紙ぐらいは大丈夫ですもんね、うん、多分大丈夫だと思いますねX 年って書いてますからね、2000X 年度ね、北斗の拳やばさその1なんですけれども、問題の数がすごく少ないです。今の早稲田政経の問題の数ってまあ大体30問40問ぐらいかなというところだと思うんですけれども、はい、はい、新しいサンプル問題見てみると全部で12問しかありません。英国合わせた合わせて12問。そうです、それはヤバタニエンですね。ヤバタニエンなんですよ。12問を90分で解く試験なんですよね。はいはいはい。サンプル問題が出た瞬間に自分でも解いてみたんですよ、うん、するともう一個ヤバいことが分かるんですよ、はい、難易度がねめちゃめちゃ簡単です。僕が予備校講師だからっていうこともまああるかもしれないですけれども、僕予備校講師の中でも結構スピードには全然自信がない方なんですよ、うん、の僕が40分で
解き終わってしまうっていうレベルで、うん、90分ですね。もうそうそう90分試験が90分で、で大問1が国語っていうのかっていう、まあ、でも国語ですね一応ね、うん、横書き、ね、横書きなんですよ、横書きなんです、国語、うん、でもう一個が英語、英語なんですけど、英語なんかまあ情報処理系というか、うん、数字とか扱うやつですね。森田先生気づきました、これ英語問題文全部日本語なんですよ。設問の文が、ええ、はい、設問が日本語、はい、そうでしたね。そうなんですよ。だからこれもあってやっぱり読みやすさがだいぶ違いましたよね、はい、うん、で加えて設問の数も少なくて、うんうん、国語に関しては文章自体のレベルは結構高かったんですけど、はいはい、設問は解きやすいっていうような形で、うん、結構スラスラいけちゃったんですよね。なるほどなるほど。で英語に関しては設問が日本語だっていうことと、加えて英文が最初結構図表とかが3つぐらいあって、うん、なんか見た目が仰々しくてうってなっちゃうんですけど、ぶっちゃけ英検2級とかセンター試験レベルの構文レベルや語彙レベルで、うん、もうスラスラ読めちゃうんですよね。なるほど。っていうこともあってなんかあれよあれという間に解けてしまって、で最後のまあ論述問題が残って状況であったんですけど、まあ、とりあえずそれは残して、まあ、40分で最後まで全部終わりましたよっていうような状況なんですよね。でまたね最後の論述問題もなかなかなんですよこれ。取りに持ってきてるんで、ほらもう新しい早稲田政経ですよみたいな感じで出してるんだと思うんですけど、この論述問題がねなんとたったの300字ですよ。うん、皆さん思い出してください。小学校の時とかにあった読書感想文とかね、夏休みの宿題とかのね、原稿用紙1枚とか2枚で書かされると思うんですけど、あの原稿用紙1枚ですら800字あるわけですよ。ね、300字で何を論ぜよと、日本において英語を話せることの重要性は将来増しますか、300字で論ぜよみたいな方書いてあるんですけど、もうケツケツケツしか書けないですよね、起承転結のね。まあ結構なヤバさで、これ本当にやんのと、うん、みんな満点取っちゃうんじゃないのって思っていたのが、まあ早稲田政経のこうサンプル問題だったんですよね。4技能試験がなしです、もう一回新たにサンプル問題作りますっていうことで、少しはこのサンプル問題誰か教授会とかで、はいはい、ちょっとこれはないんじゃないかねみたいなことを言い出す人がいて、まあちょっとは変わってくるのかな、早稲田政経らしい問題になってくるといいななんてことを、僕は思ってるわけなんですよね。でその15点分がライティングになる、ライティングになる、どんなライティングが120分に変わるわけですね。そうなんですよ、要するに15点分のライティングを学部独自で貸しますってことなんですけれども、今までの90分を120分に増枠します、そして15点分もうちの独自試験の中でやりますよっていうことなんですが、うん、現状の早稲田政経の自由英作文15分で20点強ある自由英作文をやらせてるわけですよ、はいはいはい、30分かけて15点分の英作文ライティングを貸しますよと、ちょっと嫌な予感しかしないんですよね。課題文が出てくるとか、まあ、それしかないでしょ。どっかで時間稼がないと30分かけてライティングって、独自試験をもっと変えるんですかね。ライティング15点分って言っちゃってますからね。30分とは言ってないんですかね。いやだって90分が120分に変わりますと、で15点分新たにライティングを貸しますって言ってるんで、うん、多分まあライティングの分を30分増やしますよ、ライティングの分が30分増やすのか、もしくはその学部試験がちょっと変えるか、まあサンプル問題に反省してね、そうですね、うん、それはあり得るかもしれない、まあ、一応サンプル問題貼っておきます、もし消される可能性も、可能性もだいぶ高いと思いますけど、この英語を話すこと重要とかって言っちゃってますけどね、うん、他の学部とかなんかあるんですか、ね、まあ、他の学部に関しては、まあ、変わるところもあるんですけど、概ねね結構早稲田ってここ面白い大学なんですよ、はい、何が面白いかって、基本的に大学入試って大学のその入試の作文委員会っていうのがあって、でまあそこがこう一括してこう入試問題を作っていくわけなんですけど、はいはい、だからまあ関西の次第なんかは結構どの学部でもまあ似たような問題ばっかりとか、ね、あ同じですね、そうそうそう、同じですよね、立命館とか関西大学とか全部同じですね、そうなんですよね、はい、だけど早稲田の場合基本的に学部自知ってものが効いてるんですよ、ね、入試問題の政策において、ですから結構政経とかがこういう形で共通テスト使っていきますよみたいなことをやってる一方で、例えば商学部どうなってるかっていうと、はい、共通テスト使ったセンター利用の形の入試やめますって言ってます、ほうほうほう、でやめて、でしかも一般入試の枠50名ほど増枠しました、真逆の方向に行ってるんですよ、はいはいはい、それだけじゃなくって、これまでは数学選択者の人と社会科の人一緒に選択科目枠成績標準化とかしてましたよっていうことなんですけど、数学型と地歴公民型で分けるんですよ、
商学部もまだまだ結構東大とかの滑り止め軍団が割と来るからってことだと思うんですよね、はいはい、数学受験で、うん、なんかねちょっとこう在来種を守りますよみたいな感じのことやってるんですよね。そういう早稲田好きな人たちはまあ社会で受けるだろうからその人たちの枠確保しますよみたいなことをね結構立派にやってるんですよ商学部なんかはね。数学に持ってかれるっていうのが、ね、そうなんですよ、ね、結構他にもまあちょこちょこ変わっていくのはあるんですけど、まあ、例えばスポカなんかだと完全に一般入試消えます。へ、うん、最近人気なんですけどね。スポカどうなるかっていうと、まあ、共通テストと学部では小論文ですみたいな、小論文だけですみたいな。ちょっと待って最近なんか早稲田スポカの小論文スポーツと関係ないことばっかりやってませんかみたいな、新しいじゃんけんに変わるゲームを考えようとかろくなことやってないけど大丈夫かなとか思ったりしてるんですけど、しかもその小論文が100点分あったりするんですよ。はい、結構ね早稲田いろいろ学部によって変わっていくんですけども、政経国境スポカこいつらはね結構変化が大きいのでここ受けられる方はチェックしておいてください。国際教養とかは国語と選択科目、これは共通テスト使いますよと、で50点50点にしますと。英語の独自試験が80点分あって、で4技能試験が20点分ありますっていう形にしてるんですよね、はい、国際教養学部受ける方は英検準1級ぐらいは絶対に持っておいてください。なんでかっていうと国際教養学部英語の平均点が毎年まあ6割ぐらいあるんですけれども、はい、結構英語が得意なやつらの詰まりとこう戦っていくわけなんですけど、英検準1級持ってないと20点満点で14点以上の得点もらえないので、ですからまあ絶対に準1級持ってる状態で受けないと、その段階から足引っ張られた状態で受けることになるんで、早稲田国際教養学部からのメッセージなのかなって感じはしますよ。トフルよりは取りやすいですからね、うん、大体の方はやっぱり英検で受けられてますね、うん、取りやすいと思います。そうですよね、対策もしやすいし、うん、過去問も出てますからね。なんでそんなわけのわかんない改革路線に走ってるんですか、うん、よくよく考えてみたら共通テストを一番先頭に立って改革案を推進していたのが早稲田大学前教授の鎌田先生なんです。その人が出した早稲田大学改革案だから繋がってるみたいな感じですよね。自分が改革してるだけだって共通テスト使おう使おうっていう姿勢がやっぱり見受けられますもんね。改革宣言をもう出しちゃってたんで、本日は平先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。